こういう人を家に招くとですね、どんどん不幸がやってくるので、今日の話は要チェックですよ。こんにちは、矢野圭三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。ところで昨日もね、ご紹介したんですけど、このデンジャー防止グッズのね、動画がね、すごいいろんな方に見ていただいて、そしてね、本当に今ね、このグッズがですね、品薄でごめんなさい。ちょっとね、また、お願いしてね、準備してもらわなきゃいけないような状況ではあるんですけども、興味のある方はね、ぜひね、このデンジャー防止グッズの動画をね、一回見てください。これ本当に私ね、腕がガーッと下がる状態、これね、見てもらうと面白いと思います。ぜひね、ご覧くださいね。それでは今回の内容に行きましょう。今回はね、要注意ということで、絶対に家に招いてはいけない人ということで、招くだけでですね、運気だだ下がる人の特徴5選って話を今日はしたいというふうに思います。家に呼ぶとですね、いい流れが来る人と悪い流れをね、呼び込む人にね、分かれたりするというのがあるんですけども、そういった中ですね、この人だけは招かない方がいいという人がね、いるっていうのはね、これ私実感してるんですけど、そういった中で今回のこの動画を見ていただいたらですね、招くだけで運気だだ下がる人の特徴5選が手に入りますので、最後までご覧ください。そして動画の最後にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますので、お楽しみ。そして昨年の10月に発売した開運ハウス、これね、本屋さんにたくさん今置いていただいていてですね、よかったら地元の本屋さんでね、購入いただいて、最終章にある QR コードからね、読み込んで、これプレゼントぜひね、ゲットしてみてください。よろしくお願いします。それでは内容に入っていきましょう。まずね、招いてはいけない人その1っていうので、毎回〇〇の話をする人って話からしたいというふうに思います。これね、何が入るかというと、毎回過去の話をする人っていう感じなんですけど、どうでしょうか。あなたの周りそういった方いないでしょうか。そしてね、もしかしたらあなた自身がやっていないかちょっとチェックしてほしいんですけど、例えばね、話をするとき、過去こういうことでね、良かったんだみたいな過去の栄光の話とか、あとはね、過去にこんな出来事があったんだっていうふうにして、愚痴みたいな話、栄光の話か愚痴のような話か、どっちかばっかしをですね、話をするっていう人がいる場合はですね、要注意ということなんですよね。というのもですね、今は変化の激しい時代なので、過去の話ばっかしをやってると完全に取り残されていくっていうのがあるんですよね。なので、現状からこれからどうしていこうかっていうような感じの話が、中心になるようなコミュニケーションであればいいんですけども、もう過去の話をずっとですね、コロナ以前の話ばっかしをもしね、する人がいたとしたら、それはね、本当には注意してほしいなというふうに思います。そしてね、その時その2としてお伝えしたいのが、噂とかですね、愚痴の好きな人っていうのも気をつけていただきたいんですよね。これね、特に2023年はですね、この口が災いしますっていう年回りなんですよね。なので、例えばね、噂とかですね、あとは愚痴を言うとですね、本当にね、それが、その人の、なんていうか、本当にね、信用関係、信頼関係をガーンと失う可能性があるので、ぜひね、あなたもその噂とか愚痴に乗らないようにするということで、できればね、あなたの身の回りからこれらね、徹底的に排除するぐらい意識をしてね、噂とか愚痴からね、遠ざかるようにしてくださいね。噂とか愚痴が好きな人結構多いんですけど、その人たちはね、今年ね、確実に身を滅ぼしやすくなりますからね、これ気をつけてみてくださいね。突然ですがお知らせです。2022年の10月20日に発売された開運ハウス、これにね、基づく出版記念講演会、今ね、全国で12カ所やってきております。例えばね、10月の30日に神戸でこのようにやったようにですね、今全国でやってるんですけど、あとね、2023年の3月以降もね、残り3会場あるので、それのお知らせをさせてください。まずはね、3月4日の土曜日、これはね、兵庫県の西宮の方で開催します。そしてその時ね、3月11日の土曜日、これね、本庄早稲田、埼玉なんですけど、東京駅からね、在来で40分で行けますから、東京方面の方もよかったらね、ぜひ来てみてくださいね。そしてね、4月16日の日曜日、これね、広島県の福山の方でやろうと思います。テーマはですね、開運ハウスの方をね、10倍楽しむ方法ということで、この本ではどうしても書けなかった内容をね、今回公開するようにしております。今まで開催した、参加者の皆さん全員ね、すごくね、大満足していただいているので、必ずね、満足していただけるというふうに思います。各地でね、お会いできるのを本当に楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。詳細はね、こちらの QR コードか概要欄にね、載せてますので、そちらからご覧ください。よろしくお願いします。そしてその次、招いてはいけない人その3ということで、時間にルーズな人っていうのもね、気をつけていただきたいと思います。例えばね、午後3時の約束なのに、来ないっていう感じの人ってたまにいませんか。
そしてね、電話したら、あ、今から出ようと思っていたのみたいな感じでですね、家を出る時間をね、3時というふうにしちゃってるような人がいたりとかして、だけどこっちはね、もう3時から待ってるという感じで、もう来たらね、3時半みたいな感じで、30分なんかね、もうどうしたらいいのかみたいな時間を送るっていうふうな、例えばそんな感じの時間を送っていたとしたら、例えばですね、こういう時間にルーズな人っていうのは、相手の時間をね、奪っている感覚がなかったりするんですよね。これね、ぜひこの感覚はね、知っておいてほしいなというふうに思います。なのでね、この時間通りにちゃんと来るかどうかっていうのはすごくねポイントが高いと思ってください。そしてね、これ意外に思うかもしれませんが、その反対のですね、3時の約束なのに2時50分ぐらいに来る人も実はね、これ時間にルーズな人なんですよね。早く来たんだからいいんじゃないのと思う人いるかもわかりませんが、そうではなくて、3時っていう時間に対して、50分に来るとね、まだ準備ができていなかったりとか、前のことをやってるような人もね、いたりするんですよね。なので、ここでね、しっかり知っといていただきたい、この基本的な考え方は、例えばね、15時、まあ3時ですよね。3時が約束の時間だったら、だいたい5分前から2分前ぐらいに、伺うのがちょうどいいぐらいなんですよね。これね、できる営業マンの人とか、すごくね、優秀な経営者の人とか、だいたいそういった方っていうのは、こういう時間帯にちゃんとね、ビジネスなんかでも来たりするんですよね。なのでね、この時間が、手前すぎてもダメ、後ろすぎてもダメだということをしっかりと知っておいてください。こういったところもね、すごい大切なポイントなので、意識してみてくださいね。はい、ということでね、その次行きましょう。その次、その4として、お伝えしたいのは、ついていない話ばっかりする人。もうこれはもうこの言葉通りなんですけど、どうでしょうか。あなたの周りでいつもね、ついてなくてっていうの話をする人、この人ね、完全に貧乏神に取り憑かれているというふうに思ってみてください。なのでね、まあ、かわいそうだからとかね、同情してその人の話ばっかしね、聞いていると、あなたにも伝染してくるということが起こります。なのでね、まあ、家に招くっていうのは極力やめながら、外でね、お茶する時でも、なんかついてない話ばっかしする人がいたら、できるだけまあ一緒にしない方がいいと、一緒にいない方がいいというふうにしてね、考えてみてください。とにかくね、長時間そういう人と一緒にいると本当にね、これ映ってしまうので、一緒にいないように気をつけてみてくださいね。そして最後、その5です。その5はですね、マウントを取る人っていうのもね、気をつけていただきたいなというふうに思います。このマウントっていうのはですね、例えばね、自分の優位性を自慢したり、威圧的な態度を取ったりするっていうのがね、マウントを取るっていうことなんですけど、どうでしょう。あなたの周りであなたにマウントをね、取ろうとする人がいないかっていうのをチェックしてほしいんですよね。っていうのも結構ですね、世の中には無意識にマウントをね、取りたいと思う人結構いたりするんですよね。そしてなぜですね、マウントをね、取ろうとするのかっていうことなんですけど、実はですね、マウントを取ってくる人っていうのは、本当はね、根底では自信がなかったり、認めてもらいたいと思いが強い人なんですよね。なので、そういう人たちと時間を過ごすとですね、いろんなものをね、もう時間も奪われるし、エネルギーまで奪われるみたいなことが起こったりしますので、このね、このマウントを取る人とはできるだけ一緒にいないようにしてほしいと思います。とにかくね、ずっと一緒にいると、どん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 パワーも吸い取られて、ネガティブなスパイラルに巻き込まれるということがあるんですよね。なのでね、このマウントを取る可能性がある人は、もう一回言いますけども、できるだけ遠ざけるということを意識してやってみてください。はい、ということでね、今回は家に招かない方がいいというね、人たちを紹介しました。まとめにしましょう。一つ目ね、過去の同じ話ばっかりする人ですよね。二つ目ね、噂とか愚痴の好きな人。特に2023年は、この噂とか愚痴がですね、必ず足を引っ張ってきます。なのでね、絶対ね、この噂とか愚痴に乗ってね、一緒にやらないでくださいね。そして三つ目、これね、時間にルーズな人ということで、これもう一回言いますけども、3時の待ち合わせに対して、例えばね、10分以上前に来る人もダメだし、5分以上後に来る人もダメだと、そんな感じで思ってみてください。とにかく3時であれば、だいたい5分前から2分前ぐらいにちょうどね、行くぐらいがいいと、そんなイメージを持っていただいたらいいと思います。そして4つ目はね、ついていない話ばっかりする人、こういう人もね、ぜひ遠ざけてください。そして最後、5つ目はね、マウントを取る人、こういう人といると本当にパワー奪われますんでね、ぜひね、気をつけてみてください。はい、ということで今回話、実践できそうなところは実践して、ぜひね、実感してくださいね。はい、そして、私のね、サブチャンネル、矢野慶三チャンネル。これ、一級建築士として家づくりとか施設づくりに特化した話をしております。興味がある方は概要欄にね、リンク先があります。よろしくお願いします。そしてもう一つ、妻と一緒にやってるハッピーファミリーチャンネル。心理カウンセラーの妻がですね、親子関係とか、あとは夫婦関係とかね、子育てとか、嫁姑問題とか、あと自分らしく輝くみたいなのをテーマにですね、いろいろ話をしております。週3回配信しておりますので、興味ある方はぜひね、この概要欄にリンク先ありますので、ご覧ください。
そしてもう一つ、矢野慶三公式 LINE、これはね、例えばトイレで金運幸運を引き寄せる方法という動画をはじめ残り4本の動画をプレゼントしております。概要欄の一番上のあたりリンク先ありますので、そこからね友達申請していただいたらすぐにあなたの LINE にね、この動画届きますので、ぜひねご覧ください。はい、そしてね、それ以外にもアメブロではこぼれ話、ツイッターで日々の気づき、ベルマガでは、家づくりに特化した情報、そしてボイシーで言いたいこと言いまくるということやっております。すべてこれね、概要欄の今度下の方のリンクがありますので、下の方のリンクからぜひね、フォローお願いいたします。それでは最後にご質問にお答えするコーナーですということで、今回のご質問者の方は、こちらですね、428クローバーさんですね、ありがとうございます。質問です。一度使って剥がして他の場所に貼ると効果はどうなのでしょうかということで、これね電磁波防止グッズの、ね、動画に対してのご質問ですね。携帯を近々違うものにする予定なので、こんなに効果があるなんて動画を見てとても欲しくなりました。いつもためになる動画ありがとうございますということで、これ別に、貼っていても剥がしていただいて別のところに貼ったら全然問題ないというふうに思います。このもの自体にその効果があるので、そして裏側がですね、まあ、両面テープになってますから、一回貼って外して、もし両面テープの威力がなくなったら、ご自身で両面テープを貼っていただいてまた別のところに貼ればいいと、そんな感じでね、捉えていただいたら結構ですよ。ぜひねうまく使ってみてください。そして、ね、もう一つピックアップコメントの方もね、紹介しましょう。今回はね、こちらの誠さんかね、長谷川さん、ありがとうございます。電磁波興味津々です。ある動画で新幹線の車内を例に挙げお話をされていたものがありました。電磁波対策が取られていない新幹線自由席の 乗客はみんな、ほとんどの、乗客が居眠りしているに対し、新幹線のグリーン席はきちんと電磁波対策が取られ、乗客のほとんどが資料に目を通したりノートパソコンを入力したりしながら仕事をしていると言われていました。電化製品だけではなく、家ごと賃貸なら部屋ごと、電磁波対策ができるものがあるといいなと思いましたと。できることならば、一級建築士の矢野さんと三上さんのコラボで家ごと人間丸ごと電磁波対策できる、新製品の開発をしてほしいなと思いました。効果一目瞭然の、製品、ぜひ購入させていただきますということで、ありがとうございます。これまで電磁波防止グッズの、動画のコメントなんですけども、まあ、新幹線の話もね非常に興味深いなというふうに思いましたが、基本的にはですね、これからの時代は電磁波をね完全に毛嫌いするっていうことはねできない、まあ、逆に共存していくイメージを持っていただきたいので、実際ねこの私手元にパソコンありますけど、ここにね1個置くだけでいいというふうな感じで、長居する場所を重点的にそういったふうにすれば構いませんから、家中を全部ね電磁波対策するとかいうのはねなかなか難しいというふうに思います。あとはね、私が、新築の家を設計する時にはそういう電磁波対策をちゃんと施した家の設計とかもするので、新しく作る分はね全然大丈夫ですけども、既存の家の場合は長居する場所の近くにある時だけそれをねうまく活用していただいたらいいんじゃないかというふうに思います。ぜひねうまく工夫してやってみてください。はい、ということでね、今回の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵になることを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。